皆さんこんばんは、 MK です。ルイージマンション3パート18やっていきましょう。前回に引き続きデザートフロア攻略していきたいと思います。今回でボス戦まで行きたいなと思っているんですが、中央広場が大変なことになっている。待てよ、これは砂の上に登っていくんでしょうか。この頂点に行ったらお化けが出てくるんかい。待てよ、青いお化けが4体出てきましたね。これ一気に行ったらかっこいいなと思うんですけど、ピカッと行って OK 行った。はい、4体同時に吸い込んでいきましょう。ドッカンドッカンでいけるぞこれ。はい、4体同時に成敗やりました。そしたら待て待て、赤いのが出てきた。その前にハートが欲しいです。はい、ハートを入手してもその分食らったら意味ないじゃん。はい、ここピカッとやって後ろ吸い込んでいきましょう。早く OK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 。 なんかこの赤いお化けはグーイジと一緒に倒した方が早いっていう話はコメント欄とかでもいただいているんですが、グーイジと一緒に倒すのちょっと難易度高くない？てかどこ行った？赤いお化けさんどこに行きましたか？あれ？いないんですけど。ちょっと、あー、ハート落ちてきてありがとう。あれ、いなくない？おっと、紫がいる。なんで紫がいるのっていうのと、なんでそっちから出てきた。今のはずるいんじゃないか。砂の中私見えないですからね。はい、ここバーっと吸い込んで紫のやつに当てたい。オッケー、当たった。しかも2体いるっぽいぞ。はい、じゃあこいつらも吸い込んでおきましょう。めちゃくちゃラッキーじゃん今回。はい、紫吸い込んで、あれ終わった。赤のやつも倒したっぽいですね。そしたら待て、ここの扉に行けそうだ。さっさと入っていきましょう。ここの扉に入れば脱出できるって聞いているんですが、あれ、とりあえず雲がいたのでこの辺を倒しておき、行った。何食らった今。まあ、やめてやめてやめて。毒蜘蛛なんでしょうかこれは。だとしたら毒で5しか食らわないルイージってすごいな。はい、でここの壺を引っ張って、あー、もう何ちょっと待ってルイージさん、ちょっと基本操作を忘れて、何やめて。金色の雲が私に攻撃してきたんですけど、金色の雲って攻撃してくるんですね。あいつはお金を出してくれるだけだと思っていました。待て、これなんか意味あるっぽくない？火があるっぽいけど、あれ、なんだ、ダークライト？ダークライトじゃないな。なんかこれ真ん中だけおかしくないですか？ Y か？ Y 違うな。ZLZR も関係ない。吸い込む、吸い込んで、おお、そうだそうだそうだ。はい、吸い込んでここぐるぐる回していきましょう。で揃えたら何が起こるんですか？そっちからお金とクリスタルが欲しいです。クリスタルが出てこない。クリスタルがね、確か残り一つなんですよ。これ手に入んないかな今回で。これ上に登って、何、またスイッチ押しちゃったっぽいけど、待て、走れ走れ走れ、ルイージ危ない、これは危ない。待て待て待て、走るしかないわ。危ないね危ないね。これはどこまで行けるの、どこまで行けるの、危ない。うお、めちゃくちゃギリギリ。そしたら何、終わった？待って、今の道中にクリスタルあったのかな。とりあえずこれドッカンとやって、なんもない。雲がいるよ。雲大量にいすぎじゃない？そんなことある。はい、ここなんだ、何か吸い込んじゃってるんですが、これはいらないとして、クモさん、はい、ここはたたたた、お札になってください。これはなんだ、あ、食材か。食材に火をつけてクモの巣を燃やしていく。なんかこれもルイージマンションにありましたよね。そしたら待て、ここにルイージの絵があるんですけど、同じポーズを取ればいいんでしょうか。その同じポーズ取ってみてルイージ。そう、うん、ちょっと違うな。ちょっと違うよ。そう。おー、すごい。どういう仕組み？これルイージでしか行けないんでしょうか。戻ってきました。やったー、なんとかここ地上まで来たんですけど、そこのクレオパトラさん、どこ行くの？お外？お外で私と戦いたいんでしょうか。うーん、じゃあ私も外に出てもいいんですけど、待って、その前にこの辺のお金取っていってもいいですか？これなんかありそうじゃない？はい、 X で調べたらお金だけかい。結局お金ですね。ダークライトとかで何か出てくるわけではない。これはなんか怪しくない？ここの中には何があるんでしょうか。砂、何どういうこと？え、何、中に入れるわけではないの？この中何、あれ、真っ暗なだけなんでしょうか。砂を吸い込んで、ダークライト？ダークライトでもなんもない。ストロボ？はい、ここピカッとやって、違うな。Y で、いや違うな。え？なんだなんだ？めちゃくちゃ怪しいんですけど、なんでもないみたいです。おっと待て！ここにピカッとやるところがありました。よう見つけたな、MK さん。はい、ここ全部吸い込んで、ピカッとやっていきましょう。クリスタルでしょ。はい、上のところが仰がれて、何？どういうこと？あ、お金？お金がめちゃくちゃ出てきてる。じゃあとりあえずこれもらえる分もらいましょう。終わり？え？マジで？ここピカッとやって、またそれが仰がれれば、さらに何かが出てくる。違うな。あ、わかった。待って。ここの食材だけ火がついてない。これ絶対なんかあるぞ。この辺に何か火をつけるものは隠されていませんか？ ZLZR は関係なさそうですが、はい、これを割ってもさっきの台は出てきませんか？あれ？
なんか火をつけるアイテムが欲しいんですけど、ないな。え、本当に？絶対ここだけ火ついてないのおかしいって。どっかから火をつけると思うんですけど、クッションは関係ないよね。これ？いや、壺の中になんか入ってるってことはないですよね。待てよ、絶対怪しい。絶対火つけんだってこれ。あれ？この絨毯？絨毯なんでもない、ダークライト？ダークライトで何かが出てくるわけじゃないですよね。あれ？これか？なんかある。あ、蛇か。この蛇は関係ないですね。待って、怪しくない？絶対なんかあると思うんだけど、食材が見つからないので諦めましょう。うわ、これクリスタルっぽいけどな。じゃあ外に出ます。クレオパトラさん、どこ行ったんですか？てかクレオパトラっていう名前かどうかは微妙なんですけど。はい、ルイージ恐る恐る歩いていく。待って、後ろにいるんだよ、こういうパターン大体。ルイージさん、まっすぐ進んでいきますが、後ろじゃないの？急に驚かされるやつだって。ほら、いつものパターンじゃないですか、ルイージさん。後ろですよ、ほら、パッと後ろを振り返ってください。寒い。なんで急に息を吹きかけてくるの？何、どこ行くの？上に行って、何、おお、竜巻を起こしているんですが、なんだその顔は。待って、よくわかんないんだけど、これは砂なの？砂だとしたら吸い込めばいいんじゃないの？これを吸い込んで、やめて。ヘビーさん、あれ？これを吸い込む？違うな。ヘビーさん、もう、ヘビーさんを、なんだ、これ、何？最終的に何を起こせばいいのか全くわかってないよ。今度はそっちに、何、モグラ？モグラなの？顔なの？これを吸い込んでいって、このヘビさんを地上に。嘘でしょ？そんな、待って、上にいる。あれ、ピカッとすればいいのかわかんねえ。全くわかんないけど、とりあえずハートが欲しい。危ないよ。これは？これ吸い込めばハート、ありがとう。で、ここまた砂をパーッと吸い込むでしょ？わかんないんで、あー、いた。はい、これ、あれ、待って、いるじゃん。待って、何をすればよかったの？はい、ここピカッとやって吸い込んでいきましょう。いまいち何が起こったのかわかりませんが、とりあえず倒せるっぽいですね。はい、ドッカンで OK。あと2回か3回ぐらいか？どこに行った今度は。またさっきのお顔攻撃をするはずなんですが、顔はどっから出てくるんでしょうか。いたぞ。こわ、なんだそれ。はい、ここ顔を吸い込んで、なんかお綺麗な顔のね、砂の像を吸い込むのはちょっと、あ、ばば、何、今度なんか新しい攻撃してきた、パンチ。なんでいきなりそんな原始的な攻撃してくるの。そしたらまたここのお顔吸い込んでおきましょう。全部吸い込めば何か起こると思うんだけど、何そのワープは、やばくね。待って、暗いすぎ。MK さん、めちゃくちゃ食らってる。落ち着け、何今度は。 ZLZ ジャンプした、あぶねー。そしたら、はい、ここのハートを取っていきましょう。で、ここまたパーッと吸い込んで、顔の方から吸い込まないと意味ないのかこれ。顔吸い込まないと意味ないっぽいぞ。今度はどこ行くの？何、こっちに来ましたね。お顔はどこ？待って、もう崩れちゃって、どこが顔なのか分かってないんですけど。これをパーッと吸い込んで、危ない、ヘビが危ない、ヘビちゃんを避けるよ、食らうんかい。待って、全然隙ないじゃんこいつ。今度はどこ行くの？そっち側か。そっち側で砂を計算。危ない、もうやばくね。なんだ、とりあえず吸い込むしかないのか。ここの丘を全部吸い込むんだ、まずは。ヘビの攻撃をきれいに避けたい。やばくね。そんな食らうことある？待って、そろそろさっきのやってよ。あれ、危ない。 ZLZR、 よく今の瞬発力ありましたね、 MK さん。待って、これ全部吸い込む、あ、そういうことか。でそしたら今度はコブラのそれが出てくる。で、ピカッとやればそれが出てきて、それを避けたらピカッとやる。結構時間かかんなこいつ。はい、で後ろに引っ張って、ドッカンで OK。 次で倒せるな。はい、ここピカッとやってもまだですよね。もう一回砂のお顔攻撃をやらないといけないんですけど、お顔はどこに出てきますか？はい、おお、怒ってる。今度は怒ってる顔になっていましたよ。どこ行くの？待って、やめて。急にいろいろすんのなしね。あー、パンチ、 ZLZR、 OK、 いけます。で、パンチ、 ZLZR、 タイミングが違う。 OKOKOK。 そしたら今度はどこだ、どこにいるんだ。いました。もうのっぺらぼう状態なんですが、はい、ここ吸い込んでいきましょう。パーッと吸い込んで、終わった？まだだな。全然終わってないな。おわ、ただ壮大な BGM とともにお顔が出てきた。なんなんだそのお顔は。はい、で、ここボーと吸い込んで、お顔って逆から読んでもお顔ですね。そんなことはどうでもいい。はい、ここバーッと、待って、なに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 、ZLZR で避けていく、怖っ。
はい、でまたこれもう顔なのか何なのか微妙な形状になってきましたけど、吸い込むものは吸い込んでおきましょう。ここのヘビって ZLZR でどうにかなるわけではないんですね。じゃあもうとりあえずこれガーッとやるしかないんだ。なるべく近い距離でやった方が吸い込みが早いとかそういう話ですか。そしたら出てきたぞ。はい、これピカッとやって、竜巻をまず避けなければいけない。はい、でここピカッとやって OK 行きましょう。これでとどめを刺せるはずだ。ドッカンドッカンラスト、ドッカン OK。お前強いな。おお、最後眠った状態で吸い込まれました。なんかこのお化けの最後の吸い込まれるアニメーションというかモーションいいですよね。すんごい量のハートが出てきた。もういらないんですけど。どうせだったら戦闘中にハートを出して欲しかったんですが、はい、ハート大量ゲットで完全回復。これは11階のボタンですよね。はい、ルイージさん11階のボタン手に入れました。おば猫やめてよ。なんかこういうところでおば猫が出てくるのがパターンとなりつつあるんですけど大丈夫だよな。待って、なんだ、あと1個のクリスタルが気になるのとこのテレサボールが気になる。テレサボール結局なんでもないのこれ、大丈夫、どっかにぶつけるんじゃないの、わかんねえ。この辺にぶつけとく？いや関係ないな。テレサボールの正体は、わかりませんでした。最後の最後までなんか後で来ればまた何かあるんでしょうかね。そういえばテレサを捕まえるやつも一番最初しかやってないので、クリア後じゃないとあのテレサセンサーみたいなやつは効かないんでしょうか。怖いって、待って、槍が飛んでくるのは避けながらエレベーターに戻っていきましょう。はい、でここに11階のボタンを刺しますよ。やめてよ猫、猫来ないでよ、振りじゃないぞ。11階のボタンがピューンと飛んでいく。毎回飛んでくのをいまいちわからないんですが、はい、ボタンになりました。猫やめて、猫やめてよ、やめてね。ここ押すよ。マジックフロア。なんだ、マジックっていうのは、書くマジックなのか、ジャジャーンっていうマジックなのか、どっちかわかんないんですけど、多分、ジャジャーンって方のマジックですよね。ジャジャーンって方のマジックって通じてる？トランプとか、例えばこうトランプで好きなの1枚選んでくださいっつって、これですって選んだら、あなたが選んだのはこれですねみたいな、キャーすごいみたいな、それですよ。そしたらここですよね。あー、そっちのマジックっぽいな。ジャジャーンのマジックですね、完全に。おーっと、トランプがあった。そしてシルクハットが飛んでいますけど、おーっと、3兄弟だ。3兄弟というか3姉妹か。あー、こんにちは。びっくりさせないで。待って、仲良くしてくれそうなお化けたちな気もするけど、とりあえずそっち側に行っちゃったね。じゃあついていきますか。このトランプタワーは崩しても OK ですか。トランプタワーここまで作るの結構大変だったと思うんですけど、吸い込んじゃいますね。はい、ここテーブルクロス引きのようにパッと吸い込んで、あれ意味ないか。ここは、宝箱の中にはお金と、なんだこれは、あれか、グラスというかカップか、カップをこうカン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 ってやる競技があるじゃないですか。わかる、わかるかな。いや、なんて言えばいいんだろう。とりあえず、ここの貯金箱を壊してお金を入手していく。これ扉になってますよね。なんだ、あーぶ、待て、金色のネズミがいる。金色のネズミをまずはピカッとしたいんだけど、逃げすぎ。どこ行った、どこ行った、オッケー。なんとかこいつらを金塊にしていきました。こいつら、こいつか。で、これはサイコロ。サイコロ振ればこう、目によって何かが出るとかあります ?6 が出ればラッキーみたいな。あれ、待って、これ6出せばなんかもらえそうじゃない ?6 を出したい MK さん、6出ないな。運なんでしょうかこれは完全に。6出ないよ。待って、ここまで来たら6を出したい。マジか。全然出ないじゃん。ちょっと6出してから次行こう。6出てください。待って、今めっちゃ惜しかった。サイコロに惜しいとかあるのか微妙なんですけど、6出て OK、6が出ました。なんかもらえる？おー、揺れてますけど、パーンといってお金だけかい。なんかクリスタルかなと思ったんですけど違いましたね。この上あたりにも何もないですか。ダークライトでもなさそうだし、じゃあ行きますか。ここを覗いてみましょう。何が行われているんでしょうか。はい、中を覗くと、お、さっきの3姉妹がいますよ。トイレでぐるぐる走り回るのはあまりあれなんですが、おお、1人いた。頭ぶつけた、ごめんなさい、してるよ。ほら、ごめんなさいはしてないのか。お互い怒っていますが、お、お姉ちゃんがストップをかけました。あー、怒っていっちゃった。君は、あー、なんかちょっとあんまり反省していないようですね。はい、今度はそっち側の扉に入ったみたいなんですけど、え、終わり？待って待って、私はどうやってそこまで行けばいいの？トイレの排水口を通るって話ではないと思うんですけど、あれあれ
待って、なんかどうすればいいの？私そっち行きたいんだけど、ここ Y で、あーなるほど、これ吸い込むのか。はい、吸い込めばここダークライトですね。ダークライトで扉を出していきましょう。 OK。 そしたら、呪い玉をファーッと吸い込んで、はい、扉になりました。いいんだよね、こっち側は無視していきますよ。はい、じゃあ中に入っていきましょう。こんにちは、ここには誰かいますか？さっきの三姉妹はいないと思いますが、誰かいる。待って、うお、びっくりした。何？剣が刺さったんですけど、これは、あー、ぐるぐる回すの？はい、ぐるぐる回せば何が出てくるの？待て、剣がすごい飛んできている。え？終わり？これで終わり？おーっと、四角ができて、中からなんだこれは。あ、これが今回のクリスタルですね。サイコロの形をしているみたいです。はい、赤色のクリスタル入手しました。あとは、これは中には何が入っているんでしょうか？剣がいっぱい出てきたよ。あれ？剣で終わり？ X でまた引っ張れば、剣をこれ吸い込むのか？吸い込んでそっちに吐き出すみたいな、違うな。え？剣を使って何かできるのかなと思ったんですけど、そうではなさそうですね。うわ、これ切断するやつだ。あ、待てよ、これ分かった。こっち側からまた引っ張るんだな。こっち側からノコギリを、違うじゃん。あー、なるほど、ここで押し出す。で、吸い込む、押し出す、でノコギリで切っていく。そうすれば中からお化けが出てきました。2人入ってるっていうオチがバレちゃったよ、それ。切断しましたって言ってね、上半身と下半身を見して、うわやばい、切断されちゃったみたいに、こう一人二役じゃねえや、二人一役でやる、こうマジックがあるんですけど、多分それのオマージュというか、それですよね。はい、でまたこいつら、待て、せっかくお金が出てるからさ、吸い込む前にお金入手しとこ、もったいないわ。なんか、はい、ここのお金を入手して、ちょっと逃げ回らないで、うるさいよ。そんな、うめき声上げて逃げてたら追いかけちゃうよ、誰でも。はい、でまたここ叩いて、あれ？待って、逃げちゃった一人。あ、そうなっちゃうんだ。このお金持ってる、なんだっけ、お化けか。エイリアンって言おうとしたら、エイリアンじゃないね。お金持ってるお化けって逃げちゃうんだ、これ時間経っちゃうと。はい、ここでハートを入手して、あまり意味はない。この辺はなんかありそうな気もするんですけど、おっとと、これか。はい、引っ張れば何が起こるの？え？何も起こんないよ。はい、これの中には何が入っている？お札が大量。あんまり意味ないですよね。お札は大量に出てきたんですけど、はい、ベッドを引っ張ったら雲がいました。怖っ。ベッドの中に雲いることある？あとは？これは？一応調べる？中調べ、あれ、調べられないな。こっち側の絵も気になるんですけど、特に何もなさそうですね。扉が2つあるんですが、じゃあとりあえず左側から行きましょう。こんにちは、誰かいますか？トランプがありました。トランプ吸い込めば、あ、なんだ？え？何？あ、トランプを吸い込めば、あ、全部これ電気つけるんだ。待って、どっかにあるぞ、トランプが。ここかな。あ、トランプ、とりあえず1枚ありました。これ吸い込んで爆弾が出てきた。そんなことある？え？扉の中から火がついた爆弾が出てきたんですけど、全然わかんないよ、仕組みが。待って、あと少し、どっかに、あった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 、ここにありました。これで全部、まだあるな、まだどっかにあると思うんですけど、おっと、ここか。はい、ここに1枚、ここに2枚目、まだあるか。え、どこにある？トイレットペーパー、トイレットペーパーのところにはありませんが、え、なんだなんだ、 X また調べるの？トイレの中から何も出てこない。え、ダークライト、ダークライトで、あー、待って、違う、ルイージさん、ちょっと待って、おー、ここも怖いけど、そっちに行く前にここのライトを揃えたい。あと一つなんで、あ、ここっぽいな。これ調べてないね。はい、これをぐるぐる回せば中からあわ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 と、 OK、 全部のトランプが揃って、中から大量のお金とクリスタル、ありがとう。白いクリスタルが手に入りました。全部サイコロの目は4みたいですね。1,2,3,4,5,6 ってなってるのかなと思ったんですが、違いました。そしたらこの部屋は終わりかな。とりあえず手に入るお札を全部入手してから行きましょう。こんなにお札手に入ってルイージいいな。で、ここびっくりした、ウサギの人形が上から落ちてくるという軽くホラーな映像だったんですけど、これを引っ張るの？引っ張って、あー、グイージだ、グイージさん、そっち行ってきて。ここを通って、通れない、グイジさん、まさかのここが通れません。後ろ側から行きます？だったら OK、 行きました。はい、そしたらここをピカッとやって、ストロボ焚いたら中から何が出てくるんでしょうか。お金だけか。まあまあ、そんな高頻度でクリスタルが手に入るわけないと思うんですが、この中は何？おお、またお金、入れ歯みたいなのが手に入ってるの、いまいちわからないんですけど、はい、この辺を手に入れて、上にカラスがいるな。上のカラスをピカッと倒しておきましょう。ここも
ここのカラスもピカッと倒す。そうすれば何も出てこない。わかりました。じゃあルイージさん戻ってきてください。この絵はなんかひっぺがせる。お、ひっぺがせますね。なんか人の芸術作品をひっぺがすのはちょっと嫌な気持ちになってくるんですが、そしたらここダークライトでお金を出しておきましょう。誰かが隠したんでしょうかここに。コインしか出てこないと思ったら金塊も出てきた。ありがたい。コインってなんだろう、いまいちお金になってないんですよね。そしたらここの絵も気になるな。待て、 Y かこれは。 Y じゃない、吸い込みでもない、 ZLZR でもない、ダークライトでもないの。え、なんだこの絵、絶対なんかあると思うんだけど、わかんねえ。待て待て待て、うわー、びっくりした。なんだお前かい。ここ Y で、嘘でしょ、そんな食らうことある。Y でこれ後ろに投げるんだ。だったら、ここに、うわ違うな違う、あ、 ZLZ、 あ、ダークライトだわこいつ、そうだった。ダークライト嘘でしょ。じゃあ Y でこいつを一回転ばしてからダークライト行きましょう。ダークライトを当て続けてこいつを消滅させたい。 OKOK、 はい、そしたら呪い玉をパーッと吸い込みたい。あと2匹、はい、あと2匹の呪い玉を吸い込んで、そしたら終わり。これは中に何が入ってる。中には何も入ってないと思ったらお金が大量、ありがとう。で待てよ、そこのお札も入手してからこれを後ろに、これぶん投げ、違うな。嘘、絶対なんかあると思ったんだけどな。これか、あ、引っ張るの。これを引っ張ればどこかで何かが起こっているはずなんですけど、何が起こった。グイージの出番だ。何が起こったんでしょうか。あれ、何も起こってなくね。え、嘘、これは Y?Y じゃないよね。ZLZR 違うな。え、何が起こった、これを引っ張ったら。あ、こっち側に扉があるのか。わかりました。じゃあここの扉こっち側かい。結局つながってるんだ。そしたら、え、これなんだ、これ引っ張ったら何か起こる。A だ、思いっきり引っ張る必要があるんですね。そしたらパールが手に入りました。他の絵も気になるんですが特に何もなさそうなので進んでしまいましょう。こんにちは、待てよ、ムービーが入った。なんだ、さっきの姉妹か。あ、さっきの姉妹がいるけど反対になってる。え、天井に座ってる、どういうこと。目がちょっとおかしくなりそうなんですけど、ルイージも天井に行った。え、おお、これで解決、いや解決ではないんですけど、あー待って、そっちの扉に入れなくなってしまいました。え、どういうこと。あ、ルイージさんまた魔法をかけられて。もうなんだよ、なんだったんだ今のは。やる意味あった。うわ、すんごい目がおかしくなるなこの空間。ここ天井なのか。ほら、なんか天井のプロペラありますもんね。これをくるくる回せば何か出てくるというオチだと思ったらお金だけでした。そしたらティーカップがこれ下に落ちてきちゃってるよ。ここか。ここをストロボでピカッとやる。そうすれば、時計が動いて何が起こるの。ベッドが動いて、ここダークライトですね。ダークライトでパーッと当てていきましょう。そんなことある。あ、待てよ、これグーイージ、あ、グーイージか。グーイージをここに出しておいて、いや、ここに出しておけばいいんだな。ここに出しておいてダークライトを当てっぱにする。でこの状態で、あ、待って、無理なんか。ダークライトは維持できない。それには今気づきました。そしたらもうルイージでやっても一緒か。はい、ここストロボでピカッとやったら、ここダークライト当て続けましょう。間に合うか間に合うか、OK。そしたら呪い玉3匹吸い込んでいきましょう。単位は引きで合っているんでしょうか。まあ、それはそれでいいとして、この辺にも何かありそうだぞ。はい、ここを開けば大量のトランプとお金。まあ、トランプはあんまり意味ないんですが、ここは、ここも一応調べておきましょう。お金だけか。わかりました。っていうかそろそろ時間なので今回はこれくらいにしておきましょう。じゃあ次回はマジックフロアの続きからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。